三陸鉄道 36Z 型機動車は、三陸鉄道に所属する機動車である。愛称は、三陸浜風で、北リアス線、宮古9時間で不定期に運転されている。2014年4月6日に営業運転を開始した。36から2100系、三陸潮風が老朽化したのに伴い、その後継車両として2014年3月に、 新潟トランシスで 36Z1 型として一両製造された。三陸潮風と同様のお座敷車両である。団体貸し切りに使用されるほか、土休日を中心に、お座敷列車北三陸号、当機は、小つ列車として定期列車の36から700型と連結して運行されることもある。2019年の JR 山田線宮古。 釜石間の経営移管によるリアス線開業以降は、宮古運行本部に配置が統合され、全区間で共通運用されるようになった。車体は20メートル級大型車体で、内装は三陸の技丸ごと博物館をキャッチフレーズとし、岩手県の古民家のイメージで統一。車内随所に岩手の伝統工芸が生かされている。また、大型トイレ、ドアチャイム等が設置され、 移動制約者への配慮がなされている。ありがとうございます。